戦闘の前にまず大自然の防衛との戦いがある。すべてを凍り尽くす寒気の中に挺身して飛行機の活躍をしていささかの憂いながらしむる整備員のロープを見逃してはならない。これは雪にうずもれた基地に見る特殊整備の記録である。次に潤滑油加熱車を運び出す。発動機の運転を円滑にする潤滑油も寒さが激しいと固くなるので飛行機に積む前にあらかじめ温めておく。寒い土地では高度の機械力を使用することは困難なので自らの力でこれを補う整備員のロープは並大抵。さて飛行場では搭乗員が大切な爆撃照準器の積み込みを始める。やがて発動機も温まった。温まった油は加熱車のポンプで飛行機のタンクに送られる。飛行機にいよいよ発動機の始動にかかる。プラーの手回しが必要であるが、これはいわば一種のマッサージで、寒い土地では特にこれを十二分にしておかないと発動機がうまく回転してくれない。準備も終わった。搭乗員に対しては作戦の指令が与えられる。用意よし、出発。調子は上々である。暁からの整備員のロープはここに初めて報いられる。寒風肌身を凍らす北辺の基地に電を打ち込む整備員の努力はこうして毎日繰り返される。今日も三輪氏は砲翼を連ねて北の空へ飛んでいく。